皆さん、こんにちは、シャリンちゃんのちほです。はい、ということでね、今回はね、私、模様替えをしたわけです。なのでね、模様替えをした時にね、コスメを貯めてたものを全部ね、こちらの棚に移動したので、今回はね、こちらの棚を紹介していきたいと思います。で、今持ってるのが本当にね、ただリップとアイシャドウとかなんです。そうね、だからそんなに期待しなくてもいいと思う。まあ小学まだ4年生なので、まだお化粧ってお化粧はしないんですけど、しないんですよ。でもなんかこうやっぱね、憧れというか、まあ YouTuber なんで、ちょっと企画とかでお化粧品とかもね、買ったりすることもあったので、まあ何個かは持ってるんですけど、主に100均です。キャンメイクとかもこれからかなっていう感じで、そうなんですね。楽しみだね、でもこれから楽しみですね、これから。ということで、あんまりコスメ、なんて言うんだろう、これワゴン、コスメワゴンっていうの、なんて言うんだろう、ね、なんでもワゴンだよ、これ実はね、あのスクイーズを飾ってあったワゴンなんですよ。しかもこちらニトリで買いました。そう、あの皆さんね、よく昔から見てくださってる方、あーって思うかもしれないんですけど、あー思う人いる、わかんない、いない。レイちゃんの部屋にも実は一つあったと思うんですよ。ありましたね。そうで、しほちゃんにも実はね、あの最初はあのウォークインにハンガーをね、置くのにちょっと使ってたんですけど、しほちゃんがなんかこれ置く場所を悩んでたので、ちょっと棚、これをね、提供してみたら、あ、いいんじゃないっていう感じになりまして、はい、コスメワゴン、はいはい、まあ一応コスメワゴンですね。まあでもいい感じにね、収まったのでちょうどいいのかなっていう感じですね。そうですね、はい、これから増やすのが楽しみですね。ね、まあこれからですよ、小学校だもん、小学生だもんね。毎回100均行くのがね、ちょっと楽しみなんです。ね、今の時代でも100円でもさ、100均でもさ、うん、コスメね、使えるからいいよね。買えちゃうんだもんね、100均でコスメがね。まあいいや、そんなお話はいいとして、ちょっとね、ここで撮るの初めてなんで、一応これからね、もっと後ろの壁紙をちゃんと貼って、はいはい、もっと撮影っぽくね、したいんですけど、ちょっと今まだ何にもできてなくて、ね、あの模様替えしたばっかりでね。そうなんですよ、はい、これから変わりますので、ご注目ください。なので、まあでも今回はでもここでやるしかないのでやります。はい、というわけで、はい、じゃあカメラを一旦手持ちにしたいと思います。はい、じゃあここからしほちゃんお願いします。はい、まずね、1段目からやってきたいと思います。ここにお花ついてる。あ、はい、まずね、こっちの部分いきます。こちらはまずこれね、これはね、コスメを買った時についてきたもので、これがね、ハピバニチャンネルさんのたよちゃんからいただいた、私が誕生日の時にいただいたもので、可愛すぎて使えてないんですよね、まだ。今度ね、使いたいと思います。次にこっちがね、化粧水なんですけど、ハトムギの化粧水を詰め替えただけなんです。はい、で次こっちね、クレアーズで買ったものなんですけど、実はこれちょっと壊れてて、ここにしまってるんですけど、見てくださいね。こちら、あ、見えるかな、リップグロス、アイシャドウ、フェイスカラー3つが入っています。はい、ということで次こっち紹介していきます。まずね、奥に見えるのが私の大好きなニベアちゃんと、とこれがね、ホワイトデーにね、雑貨屋さんで買ったクリームファンデーションってやつです。はい、あんま使ってません。でこっちには100均が好きなので、100均のチークがいっぱい入ってます。いっぱいというかね、4つ入ってます。で次にね、あ、間違えました。でここにはね、ブラシとかビューラーとかが入ってます。ビューラーまだ使いこなせてないんですけど、練習頑張ります。で次こっちいきます。まず奥はね、これがね、ミニソーでね、解放剤した時に買った櫛、間違えました、ピンです。でこれね、あの模様替えしてた時に折れちゃったんですけど、これもね、ホワイトデーの時に解放剤で買った
鏡ですね。で、次にね、手前行きます。次、こっちなんですけど、これがね、3CE のね、リップになってます。で、次にこれがね、雑貨屋さんで買ったリップになってます。で、これがね、エチュードハウスさんでね、買ったリップになってて、で、奥にはひまちゃんとお揃いのね、雑貨屋さんで買ったリップが入ってて、この2つが100均となっております。はい、というわけでね、後ろ行きます。こちら、さゆちゃんからも、さゆちゃんからもらったリップと、あとね、こちらが100均ダイソーで買ったリップです。で、こっちがね、こちらなんですけど、こちらもホワイトデーの時に買い放題で買ったものです。はい、次にこっち行きます。こっちはね、まず香水なんですけど、これね、ヨモモチャンネルさんのゆあちゃんとももちゃんがくれた香水になってて、後ろがハンドクリームになってます。で、こちらが雑貨屋さんで買ったやつと、雑貨屋さんで買ったやつと、これも雑貨屋さんで買ったやつと、近所で買ったやつ。またニビア出ましたね、ニビア。はい、というわけで、上の段は以上となっております。あ、待って、で、二重テープのゴミが入ってました。はい、というわけで、上の段は以上です。次にね、真ん中の段行きたいと思います。まず最初に見えるのは、こちらのアトムに保湿ジェルになってるんですけど、こちら夜に塗ってるんですけど、主婦、あの、ニベアとハトムギが好きでよく使ってます。でね、この下がね、100均で売ってる引き出しになってるんですけど、1段目いきます。まずこっちの1段目がこんな感じになってて、こちらがエチュードハウスさんで買ったアイシャドウと、あとこれお祭りで作った鏡なんですけど、可愛くないですか？ミッキーをイメージして作りました。で、こちらが雑貨屋さんで買ったやつと、あとこれ夏休みに水族館と遊園地が混ざってるとこに行ったんですけど、多分ここに字幕出てると思うんですけど、どうだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、買いました。で、これが100均で買った、待ってくださいね。これが100均で買った眉毛描くやつ。まだ一回も使ってないんですけど、眉毛描くやつを買いました。いや、やばい、めっちゃボケてたかもしれん。あ、見えた見えた。こちらです。はい、隣の一番上がアイシャドウになっておりまして、100均、サンキューマートなんです。安いですね、やっぱり。安くて可愛いのが一番いいんです、私。あの、薄いのしかしないんで。あ、これ2段目開かないんです。え、ちょっと移動しますね。はい、ということで、ママに持ってもらいました。2段目いきます。2段目はね、あの、ネイルのセットになってて、まだあるんですけど、一番下にね、ネイルコーナーがあるんですけど、入りきらなかったものになってます。3段目いきます。3段目はね、こちらとなって、ごめんこちらとなってて、でね、イヤリングとブレスレットが入ってるんですけど、イヤリングは新しくね、買ったアクセサリー入れがあるんですけど、そこにお気に入りとかを入れてて、で、こっちはちょっと余っちゃったものを入れてて、その上にはブレスレットがあります。すべて100均です。なので、開かなくても困んないんだよね。そうなんです、開かなくても困りはしないかなぐらい感じです。はい、ということでね、2段目いきます。右の2段目はこんな感じでアイシャドウになってます。こちらもサンキューマートとサンキューマートです。
で、こちらもアイシャドウになっております。こちらも3金もあと、こちらも100均です。で、ね、こちらのアイシャドウはお友達と一緒に買いました。お揃いです。はい、というわけで2段目終わったので、その上に行きたいと思います。まずこんな感じになってて、まずね、最初にここなんですけど、ここがなんか赤とピンクとエメラルドグリーン的な色で明るい系。こっちもピンク、白、黄色、金、金、金みたいな明るい色になってて、で、こっちがなんか暗めと明るめ、明るめしか持ってないんですけど、この前100均に行った時にね、暗めの色を見つけたので、そちらも買って、暗め、明るめ、明るめ、明るめということになってます。で、ここにはね、ラメラメがしたものたちがたくさんありますね。ちょっとここは汚いんですけどはい、というわけで、ね、ここの裏にはね、ジョコエキちゃんが入っております。はい、というわけでね、3段目終わったんですけど、皆さんこれを見てね、こちら気になると思うので紹介していきたいと思います。こちらね、 3CE のね、 3CE に行ってね、コスメを買ってきた時に袋をもらったんですけど、そちらをね、活用させていただいておりましてですね、この中にはね、なんとティッシュがたくさん入っておりますで、そのね、もう一つの奥にはね、ちょっと見づらいのでこっちにあるんですけど、ネイルを早く乾かすみたいなやつを100均で買ったんですけど、こちらを入れてます。はい、ということでね、以上となりました。はい、ということでね、どうだったでしょうか。私のね、コスメ棚的な感じのやつをね、今回紹介したんですけど、なんか特別感があるよね、なんかこう。でもね、コスメの棚を変えることで特別感があるとか、存在感が増す的な、そうね、いいんじゃないでしょうか、はい、いいんじゃないでしょうか、はい、それではバイバーイ Gummy bear. Sunday, the oil, the